アトランティスはメキシコのプロレスラー。ハリスコ州グアダラハラ出身。CMLL の象徴であり、ミスター・アレナ・メヒコと呼ばれている。幼少の頃から熱狂的なルチャファンで、ディアブロ・ベラスコジム出身。1983年6月13日にメキシコシティでデビューし、1990年代から次々と大物レスラーのマスクハギに成功する。 1990年には NWA 世界ミドル級王座のタイトルを奪取し2年半で43回の無敗記録を持つ。1991年2月7日には長崎で行われた SWS と WWF との共催の大会に出場中野信一とシングルを行った。1993年12月15日には 東京の新日本プロレスとボートの対抗戦の大会でウルティモドラゴンの持つウア世界ミドル級王座の挑戦2002年7月に東流門ジャパンに来日2003年7月道の区プロレス第3回復面ワールドリーグ戦に出場決勝で剣道家信を下して優勝2007年9月道の区プロレス第4回復面ワールドリーグ戦に出場 決勝でタイガーマスクに敗れる。2011年1月に新日本プロレスの NJPW プレゼンツ CMLL ファンタスティカマニア2011に出場。奥村茂雄と組んでジャイアントバーナードカール・アンダーソンの持つ IWGP タッグ王座に挑戦。2012年1月4日に新日本プロレスのレッスル・キングダムに出場。 2013年1月に新日本プロレスの NJPW プレゼンツ CMLL ファンタスティカマニア2013に出場。2014年9月19日、ルチャリブレ生誕八十81周年記念大会アニベルサレオ81で行われた CMLL 頂上決戦となる大物同士のマスカラコントラマスカラでウルティモゲレーロ鬼の位置で破りマスクを奪った。2015年、 NJPW プレゼンツ CML エファンタスティカマニア2014にも来日ありがとうございます